さあ、こちらもハッケー対応ですね。この組み合わせはやっぱり多いですね。お、大足、大おはぎと通して追い打ちを入れていく。追い打ち3発入った。ただ、ね、頑張って連打すると3発は入らないです。なので、この辺で超頑張って連打して3発目をすかすのがいいですが、削りに行ったところをすかったが、ジャンプが漏れたところを昇竜で確実に落としていく。オール選手一本選手ですね。大足大おはぎ。さあこれ減るな。やっぱりおはぎは大のが減るんですかね。さあ小足大足。そう、この小足の先端が大足がスカッたりするような前なので、おー、しかしこれはいい当たり方をして追い打ちの大足で太ももさんが一本取り返していく。さあ、ぬるぬると近づいてくるところを追い払う。小足大足。さあ、無確認大足超飛。おーっと、投げに行ったところを、しかしなんだかんだで大足を差し込んで、大おはぎまで。あーっと、大パンが漏れたところ。大足、あーっと、追い打ちで殺しきれず。さあ、どうなる、勝負が懐いてしまったぞ。大足の先端、思わず直下させていた。さあ、オール選手が2本取っていく。まあまあ、削りでこうするから無確認で打つってことでしょうね。さあ、なかなか小足がいい形で当たってくれない。まあ、この組み合わせはそういうあれなんですね。そう、足場線的にも、こういう小足の振り方じゃないと勝てないんで。おー、大発金を果敢で取っていく。さあ、起き上がり台足。あれは起き上がり攻撃のやつだな。あーっと、削り切れず。さあ、おーっと、ダイヤス消費を無理やりねじ込んだ。さあ、これは、これは殺し切った。オール選手3位入賞、おめでとうございます。